配信開始。弁明が。さっき黒って言ってたけど、撤回します。全員着替えてもろて、服をね。あとはそういえばさっき言ってなかったっすけど、あれじゃないですか、議論中以外、生存者はか、スピーカーみたいな。はい、そう、スピーカーミュートで、その、死んでる人はそのままここで雑談とかをするために。わかりました。スピーカーの方をミュートお願いしますって感じかな。はい。こんなもんかね。そうね、ミュートゲーをかわさないようにしないと。そう、ミュートゲー大変やからな。漏れなくタグがつけられます。あ、そうですね。そう、ロール、サーバーにロールがあって、ミュートゲーやらかした人とかミュートゲーがつくから。やばもう渡辺とか開いたらすごいことになってるもんな。うん。俺、強靭もついたんだっけ。サーバーのシェア。強靭ミュートゲー、イベントゲー。強靭ミュートゲー、イベントゲー。やばすぎ。やば。フルコンボじゃん。変なついてんだよな。まあ、やっぱ、音ゲーマーとしてフルコンボはね、避けられませんからね。そろそろ始めて大丈夫そうですか、渡辺先生。うん、あ、大丈夫いいよ。じゃあ、始めますか。はい、お願いします。お願いします。お願いします。ミュートで。あ、うん。マジか。とりあえず殺したけど。はい、どうも。手早いな。あと一人。やってんな。さんが帰ってきたね。帰ってきたね。オッケー。やってんな。早っ。二人死んでる。コミュニケーションで死んでました。自分の動きは初手アドミンストレージからのコミです。はい。黄色は僕視点、黄色と多分中にいたの、茶色サテツキさんと会ったんだろう。わ、うん、かんない、そこ。あともう一人いたような。もう一人いたいけど、誰だかわかんないから。最後はエレクトの話ですか、今って。エレクトっすね、そうっすね。そうそう、それ俺、それ俺、それ俺だけど。エレクトリカルは俺です。直した時の話です。です僕が直しました。コミュ行く前にアドミン見たんですけど、エレクトロは第2でした。だから電気直したのは2人のどっちかかな。直したのが匠さんで、その後に入っているのが塩です。なるほど。なるほど。多分さてつきさんが先にいた。ん？俺たぶん2番目いた。さてつきは多分2番目にエレクト入ってますね。2番目が最初にいて。あれ、俺が最初か。なんか入れば最初いたのが匠だった気がする。俺が見た時はね。で俺は直さずに右上行ったそのまま。ああ、だからそう。うん、俺、入り直したとよく行ったら、佐々木さんおったから、あれしかなかったかな。見えたってことね。はい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 。じゃあ僕行きますね。で、電気直った瞬間ぐらいに、僕が入ろうとしたらリムさんがいたんで、リムさんも厳しいかなと思ってます。ちなみに、バロフンさんの方を見た方はいます誰か。ブロフンさんを今発見してなかった今の発見白じゃなかったっけ、ブロフンさんが違うっけ、どこやったっけ、コミュって言ってた。自分がコミュで、ピンクかベルゴーさん。あ、ピンクか。そうっすよね。コミュの、その、多分配電盤ぐらいのやつかな。そこら辺の。ちなみに、多分コミュの配電盤右側で多分起きてると思うんですけど、初手左に行ったのが、黒の塩塩とオレンジのニックさんだったとだけだったと思うんですよ。そうですね。その二人だと思います、ね。はいはいはい。なんで基本的に右側で起こってるかと思う。もしくは、渡辺、自分、はい、表現あります。ピンクがコミで死んでるっていうなら、初手右に行ったのが渡辺とピンクかな、多分がウェポンのところの真ん中で助けてました。で、停電してからそこから見てないので、多分ピンクは右側回って降りたってことなんかなと思います。俺はウェポンでずっとタスクしてました。まあ、とりあえずもう一回押します。はーい、はーい。なんか死体勘違いされてない？まあいいや。
はいはいはい。はいはいはい、はい、はい。さっきの続きをどうぞ。ブロフグさんがどっか行ったっていうのは分かんないですよね。誰も見てない形ですか。ウェポンでずっとシューティングしてて、あの多分白は見てないので右には来てないと思うんですよね。ちなみにメッドベイからあの停電起きて、カフェテリア通った時には特にすれ違ってないです誰とも。はい、まあ、カフェテリアです。はい、はい、僕は開幕左側行きました、ね、はい。で、アッパートロア通ってエレクトリカル直行しましたね。うん、なるほど。たくみさんと一緒にいた方って誰かいますか、その間。でも最初の初動は誰か見てると思うけど。いやー、わかんねえな。メッドベイ入る。メッドベイ入る。左ってさ、2人だけって言ってる人おれへんかった。塩さんが。自分が先行してたんで、自分視点では、メッドさんが後ろにギリギリ見えてる程度でした。ペット連れてる人だったんで、ちょっと名前分かんないですけど。2人はそれ、塩さんとニックさんで会ってたよね、確か。会ってます。はいはいはい。まあ、じゃあその先におんのか、もっと後におんのか、のどっちかなのかな。僕、ニックさんは見えましたよ。僕視点ではちょっと見えてなかったです。すみません。あ、そうですか。やっぱ行ってるわ、行って。あ、そう、ロアでタスクやろうとしたら、はい。停電したから。停電になる前にそんなめちゃめちゃ動いたんだ。結構動いてるね、それ。びっくりした。まあ、たぶん、まあ、でも最初にエレクトにおったっていう証言は取れてるから、うん、そう、まあ、たぶん何もタスクせずに、エレクト自体にはおるんやろうけど、何もタスクせずにロアまで行ったんだっていうのが、ちょっとびっくりしただけです。たぶん、後ろに、その2人の後ろを走ってるんじゃなくて、たぶん、はるか先を走ってるっていうことになるんやんな、おそらく。じゃあ、メッドベイ、後ろで、後ろで。後ろで。が見えてるから、たぶん後ろ。僕がメッドベイ入って。でその少数者さんがとりあえず一番最初に行ってて、僕が一番最後、真ん中で多分匠さんが3番目なんで、お見で死んでるとしたら初手下行った人なんじゃないかなと思うんですけどね、渡辺的には。結構グレーではあって、俺初手下行ってないからね。これキルクール稼ごう。はい、はいはい、ね、はい、アドミンのボタン下でニックさんが死んでました。アドミンのボタン下、はい、ボタン下か、見てないな。マジか、アドミンか。アドミンか、それ本当ですか。誰かアドミンに。アドミンですか。なる僕ちなみに、なる3秒前ぐらいアドミンいたんですけど。はい。死んだ場所を。ちょっと待って、塩さん、最後、リアクターの数字のとこやってたよな。やってましたよ。リムさん、それ見てるよね。ですね。で、俺ら、多分今、エレクトの下あたりを歩いてるはずやんな。そこら辺のはずです、手を支えし位置。俺、ちなみに、アドミンおったよ。そこまで行ける？まあ、行ってますよ。マジ？はい。アドミンまで、アドミンじゃない。アドミン？アドミンじゃない。ごめん、カフェテリアです。申し訳ねえ。今違う。ああ、はいはいはい。カフェだったら、あっても、カフェだったら、レポート一つなんで、カフェだったら。少しだけ情報を出すと、
あ、はい、初手自分がカフェテリアウェポン O2 まで行ったんですけど、 O2 のタスクをこなしているときに、リックさんがいました。はい、でその後自分はシールドコミュニケーションスレッジって言ったんですけど、そこら辺でなったんで、まあ、逆側を通って多分ウェポンカフェテリアぐらいまで行ったのかなっていう推察まではできます。で、時、はい、どうぞ。はい、ストレージで会ったのがピンクの匠さん、あ、ピンクじゃないや、青の匠さんだったんで、そこら辺しか見てません。ん、上から潮さん来たんですか。ん、あの発見はそうですよ。発見は、はい。行けるってことは、まあ、ウィルートで行ったってことやろうな。はい。じゃあ、いいのか。多分ですけど、ギリギリ多分、リアクター来てた3人は、切る不可能なんじゃないかなって感じです。まあ、自分のセルフも若干はありますけど。さてつきです。リアクター終わった後、僕はストレージからアドミン向かってたんですけど、その時に、ミさんと出会って、で、僕アドミン見た時にカフェテリア2だったんで、誰かなと思って行ったら、あの、真ん中のテーブルでレポート光ってたんで、あ、鳴らそうかなって思ったら、潮さんに鳴らされました感じです。あ、なるほど。もうそういうに言ってのは時間ないから、僕が押してないか。そうっすね。押しまーす。今は匠さんとか潮さんの二択って感じで。次、俺のアリバイを話します。はい。あー、もう1キルしたかったな。はい、僕は最初開幕ドアが閉まってカフェテリアのタスク右上のとこ2個やって、でそこからストレージ行ってゴミ捨てて投油しました。ほう、はい、開幕ドア閉まって下って言ってましたっけ。いや、じゃあ右上、右か、あ、ごめんごめんごめん、カフェテリアのねああ、はい、そういうことね。ただ、俺が終わった後にやったのかな、ゴミ捨て。俺がゴミ捨てやってる時は、まだ、匠さんはちょっと上の方にいたって感じですね。そっからちょっと見てないんで。まあ、さて、月視点だと、給油しか匠さんは確認できてないですね。その他の2人の話はどうですか？フォルテさんと渡辺さんかな。俺は全然言ってなかったんですけど、はい、開幕右行きました。でナビゲーションに入ったのさてつきさんに見られてると思います。あ、はい、それで一緒に、はい、でリアクターとか鳴ったんですけど、もう一番端だったんでガン無視して、そこからシールド側で1個タスクやって、O2 に入って O2 のタスク終わらせて、その後カフェに戻ってカフェのゴミ捨てをしてるぐらいでなりました。だから俺そのなんだろう、位置的には結構あれなんですけど、O2 じゃねえや、ウェポンから入ってカフェ右上に行ったのでレポートが光ってなかったです。確認ですよ、最後はタスク画面開いたってことでいいですか。そうですね。なるほど。さてつきさん、はい、さてつきさんでしたよね、確かアドミン見てたっていうのは。はい、2だったんですか。2です、僕が見たときにで、まあ、行こうかな。もしかしたら、塩さんがメッドベイの通路の時、いや、わかんない。多分、そうなんじゃない。俺の方が先入ってたってことかもしれないです。可能性が高い。その2のうちの1人が俺で、もう1人が死体で後から塩さん入ってっていう、そうかもしれないです。なるほど。アドミンからボタンのところと、メッドベイからボタンのところって、距離的には同じやんな。スキップリア。そうですね。そうだね。だ、俺も光ってたもんね、ポート。で、同時に光って、同時に押したって、はい、最終的に塩さんの方が早かったっていう時系列なの、おそらく。はい。とりあえず切るわ。これ誰だ？リム？
はい、はいはいはい、もう詰められるかなともふと思ったんで、はい、ちなみにサテスキさんがアドミンで見てた時って切り札らしきものはなかった感じですか？なかったです。ずっと2です。1とか3とかそういうのは一切ないですね。ずっと僕が見た時はずっと2だったんで、多分渡辺が右上でタスク本当にやってて、多分ニックさんが真ん中で死んでたんじゃないかなと僕の予想は。うん、あのそう、多分、うん、俺はその死体あるとしたらその真ん中にあると思わなから、その右上死体ないやろなって思って確認しに行ってそのままタスクやってたんで。なるほど。逆に武さんが見てたのって何秒くらいですか？はい、アドビンですか？はい、多分3秒から5秒ぐらいです。ああ、なるほど。すぐ行ったんで、なんかカフェに、なんか変だなって感じで。はいはいはい。わかりました。で、まあ、まあはい、十分殺せる位置には立ってると思いますけど、だから誰だっけ、殺せる位置に当たってると思うけど、その殺した後、右上に立ってるフリってのはあんまりせえへんかな。カフェテリアずっといるっていうことになるのかな、殺してから。まあ、正直、僕視点だとめっちゃ匠さんが行ける範囲なんだけど、はい、ちょうどその、まあ、ストレージの左上の配線、はい、のとこにおで確か出会ったから、アドビン向かうときに、はい、あ、はい、一番怪しいのはイムさんテヘオさんが無理なんですよね確か。今現状そこはそう、白、はい、そこは白です。え、タクミさん目線で多分白角取れてるよね、おそらく。取れてます、取れてます。タクミさんが怪しくて、あ、俺怪しいなら誰かついてきてよ。まあ可能性があるのが塩さんの。いや、釣りの方がいいと思う。そしたらもうここは。釣りの方がいいと思う。ボタン消費多いからですか。じゃあ釣っていいんじゃない。そうですね。ボタン消費多いのと7なんで。じゃあ釣っといて。そうっすね。たくみさんじゃなかった場合は、もう一人誰か釣った方がいいですか。ここ、でもローラーじゃないですかね。ローラーで。ローラー、たくみと誰？誰でローラーすんの。たくみさんは誰だと思う。じゃあ逆に。これ渡辺だと思う。まあ、そう、俺になるんだそこ、うん、でも俺的にはそう、うん、まあでも俺カフェにおったのが、俺殺してでもずっとカフェにいたってこと？ベント入ってる。人間的にはそうなるけどね。ちょっと個人的にベルゴーさんの件もあったりするんで、はい、ベルゴーさんでもコミなんでしょ。俺ずっとウェポンにいたんだよ。コミです。ここ見られてなかったら、まあいや、ミュートする。これはキルして勝ちじゃないかな。やべ、テオさん殺してほしいな。あ、助かった。あー、テハオさんなんだ。あー、そっち。危ねえ危ねえ。ごめんごめん、テハオさんと離れちゃった。そうそうそう、いやちょっと離れてさ、しかも殺す相手もなんか、あれこれ大丈夫なんかなみたいな、ちょっと迷ってて、めっちゃ遅れた。そう、多分テハオさんにリムさん殺してくれって思いながら俺浮いてサテスキさん殺してたんだけど、そう、そうそうそう、で多分サテスキは殺したやろうなって思ったんやけど、最初ね、最初そもそも最初その二人が喋らなかった時点でね、ちょっと怪しかったよね。まあ、早かったのと、残して、残していなかったのか。ね、まあ、だいぶ怪しかったですね。あ、今、俺の近くの人、これ、ハテナになってます。あと、ベルゴーさんがね、色が赤になってます。赤になってるから、なんで、一回入り直し、はい。あ、俺、色変わった。入り直し。なるほど。うん、緑、あと緑のこの人、いやいや頭にスライム乗っけてるから、そうそうそう、緑じゃない、あ、俺か、返して、塩さんじゃない、緑じゃなかったんや、俺ずっと黒ですけど、塩さん一個も黒っすよ、多分その今白のブルフンさんが緑になってたかな、緑に見えてた、緑に見えてた、でベルゴーさんがあのモヒカンがないっす。洋服を、はい、着直しで。お金ないっす。お金ない、ちょっと待って。まあ、全員お着替えタイムということで。はい、あ、なんか、そう、最初、ベルゴーさんが死んだ位置がね、
あの、変なとこに行ったから。うん。ブロフンさんとはブロフンさん逆になってたらしいですね。うん、そう、実際あの、コミュニケーションで死んでるのってブロフンさんやねんな。うん、そう。あの、通報の時の色を見てなかったんだなと思って。通報の時の色を俺は見ていたし、で、まあ実際にコミュニケーションで殺した自覚があったから、ブロフンさんコミュニケーションで死んでるんだよねって言ったら、いや、ベルゴさんでって言われて、あれそんなこと言ってたの面白。面白。いや、ちゃんと見るようにしますわ。そうそう。それで、俺も、ピンクって言われた瞬間、これ、利用できるなって思って、開幕右行ったのは見てますけど、そこまで行ったなら俺は知らないですっていう風に言って。まあ、いっか。しょうがないな。だって、初めての報告だったんだもん。いや、まあ、他の人も見てなかったんで。初日のアリバイ一切言うてないっていうな、俺。そう。そこの時点でも怪しかったよ。突っ込んでほしかった、そこ、それだった。なじゃあ、突っ込めばよかった。あ、容疑者一じゃないってことにして言わなかった。あれ、なんか俺、あ、そっか、手羽さんがあれか。家主か。ごめんごめん。あ、そうやね。いつものあの、開始ボタンないから、なんでって思っちゃった。俺でさ、一回洋服を着替え直してもらえると、はい、なんか裸に見えちゃってます。立てない人はね。はい、はい、直しました。これ？あ、洋服か。はい、洋服です。来たことない。そう。で、実際これ殺した後って、洋服ってかあの頭とか全部あの完全に素っ裸に見えちゃってるので。あら、そうかな。こうやって変えればなんか治る。そうですね。それで見えました。とりあえず変えたら。え、てか基本聞きたいんですけど、最後誰もボタン立ってなかったんですか？立ってなかったんじゃないですか。渡辺が立ってました。残ってたのは多分インポスター側だけじゃないですか。そうですね。かなり他がボタン消費してたんで。実は立て付き残ってたんですよ。あの渡辺に追かけられそうになってちょっと。そう。追い払いました。自分めちゃくちゃ早くコミュ直したなと思った自覚あったけど、抑えられないから、不思議に思ってたんですよ。カフェ行こうとしたらなんか手羽を渡辺が絶対嫌だなと思って。ちょっと気を置いちゃったんで。いやあ、最近、まあ、怪しいよな。30秒経ってないと思ったら行っちゃっていいと思いますよ。うん。いや、でもあの時、多分キロ押せてた。実はね、立ってたんです。あの、そもそも、コムズ鳴らしたのがね、多分、あの、ボタン鳴らせる段階から鳴らしたんですよね。あー、なるほど。うん。ちょっと遅かった。そう、ボタン周り誰もいないなって思ったから押さずに待ってたっていう。ピンがすげえな、俺。125。93。もうニックさんの件ってこれマジで突っ立ってたん？え、ニックさん殺して、カフェの真上でずーっと止まってキルクールをね、待ってた。誰が殺すんだろう。あわよくばもう1キルしてカフェボタン押そうと思ってた。やってんねえ。これ。まあまあ、じゃあそろそろ行きますか。次行きましょうか。はーい。いやー楽しかったな、はい、殺したな。開幕インポきついわ。これは一人行こう。カチッカチッテレンカチッテレン。右側とか人いないかな。殺すタイミングないね。あー、
はい。帰ってきたね。はい、渡辺さんがアドミンで殺してる瞬間を目撃しました。ローラーしましょう。カメラで、あの渡辺さんを殺してる瞬間を見ました。ローラーではないということでよろしいですか、渡辺さん。え、なん反論は。え、俺は普通にあのアドミン見てて、外出てそろそろボタン押そうかなって思ったんですけど、ブロフェンさんその場にいたから、テオさんが真後ろで殺したってことじゃないですか。場所はどこっすか。アドミンです。アドミンのカメラ見えるところっすか。カメラに映ってるのであれば。カメラに映ってますよね。直前、塩さんが、どういう、やってんの見てました。で、その前、リアクターが鳴る前かな、塩さんと白のブロフンさんが同時にアドミンに入ってきてました。はい、もう見てます。はい、まあ、他に言うことはあんまりないかな。で、あとリアクター行ったら、たくみさんとリムさんとニックさんと、そうですね。フォルテさんもう一人おった気が、フォルテさんもおったか確かに、まあ、それはリアクター終わったって言って、そのまま、あの、例の、あのゲームやってました。はいはいはい。で、俺下行って、ローワーのやつ1個だけやって、そのままストレージ抜けたら、黒の塩塩さんがおって、そのまま上行ったら、ちょうど血が飛んでたという状況なんですけど。じゃあ、これ渡辺テハオローラリー？そう、この流れで、渡辺さんは俺とフォルテさんの2郎を追うんですか？いや、フォルテさんの2郎というか、俺は、はい、キルした瞬間見てないんですよ。あの、はいはいはい、多分でもこれです、これでしたっけ？あれでカメラ見たじゃないの？見た瞬間に、あの、カメラの、あの、右上のカメラとかわかんないけど、どこだかわかんないんだけど、その、カメラの右上の画面で、血ひぶきが上がったから、で、そこに映ってたのが渡辺さん。あ、そう、俺はアドミンから出て行ったんですよ、あの時。で、決めてないって言ってたよね。俺はアドミンから出て行って、デオさんが入ってきて、アドミンの中にブロフンさんを残した状態で、俺はカフェに行きました。ローラーでもいいと思いますけど。はい、ローラーでお願いします。二郎残っちゃうんで。何をあれであれね。見てないけど、背中で殺してたんじゃないんですかって言ってましたよ。そうですよ。だから、俺は、テハオさんとすれ違ってカフェに行きました。ローラーしてください。はーい。やっったなこれ。やーやーい。世界一雑なキルしてしまった。まさかあの状況で越されたと思わなかった。まさか来るとは思いませんでしたあれ。あ、まあ。はい。はい。まあ、さっきの話の流れなんですけど、ぶっちゃけマジでここローラーする必要がないと俺は思っているので、俺は言えますが、カメラに映ってたんだっていうあたりが。あるんだ。カメラのフォルテさんですよね、確か。はい、そうです。見えたのは血吹きだけっすか。その殺して動いて渡辺さんが見えたって感じですか。渡辺さんのくちばしが見えたので、あ、なるほど。多分間違いないのかなとは思っています。うん。で、場所的にその血吹きが見えた瞬間に死体の上にいる人が犯人で、血吹きが見えた瞬間ね。その時にて、ハオさんはいなかったってことですかね、その多分目の前におると思う。俺も血しぶき見てるから。あの見たのが1秒未満なんで、はい、その時に映ってたのが渡辺さんとテハオさんで、はいはいはい、動き方からして渡辺さんなのかなっていう、そういう感じになりました。あ、はい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 。あ、じゃあ、堀田さん視点で俺に絞れてないんやったら、ローラでいいです。確証できないんだったら、手を俺に絞れてないというか。確証はごめんなさい、できないです。やったわ、OK です。手を作るわ、じゃあ。しゃあねえなー、渡辺。無難に。まあ、俺はスキップに入れるけど。何やってんだー。じゃあ、あとは任せた。いやー、マジです。すまん。渡辺以外は。相方すまん。相方すまん。というか、もうみんなすまん。ということでね。いやもう、いやもう、全員にすまんって感じ。許せん。いや、マジで。やったわ。やってんね。って思って。これはやったわ。びっくりした。めっちゃ面白かったわ。あれは完全にやってた。入った瞬間殺したもんな。いや、マジで、ねえ、びっくりしたよ。いや、こっちはセリフだが。ですよねえ。音量はこれでいいかな。まあいっか。
ああ、ただこれ面白いのあれか。今、なんかあの、前言ってたあの、何喋るの上手い人が全員落ちてる状況やから。確かに。割と面白いかもしれへんな、これ。エハオ渡辺がいるとバチバチになっちゃうっていうのを。そう。怖がられちゃうからね。まあでも飲酒してるからね、今。俺は、火力下がってるはずやな。俺は今緑茶を飲んでるよ。本当に？うん。インシキルじゃないの？あれでもインシキルにしか思えない。インシキルでしょ。今のは絶対インシキルやんな。すごいキルしてた。緑茶って言ってるけど、緑のだけで実はアブサントとか飲んでるんじゃないですか？いや、緑茶です。アルコール度数何パーセントの？ゼロ。いやー、やったな。いやー、めっちゃ面白かった。俺、あのインポスター見失っちゃったわ。やば。さっきは一緒にあんなにバカスカ殺していたのに。配信設定してたらインポスター見失っちゃった。あ、なんかここめっちゃいっぱいいるじゃん。ガバをするだなんて。すごいな、ね。3人で見てるわけでもないねんな。なんで、インポスターがね、連続しすぎてね。そう。なんか、ダメね。連続しすぎてって今日2回目なんやけど。あ。2回の時点でダメなのよ、もう2分の2の時点で。はい。はい、はい。気になったことがあったんで、さ誰も死んでないね。はい。はい。今さっきリアクタンをみんな直したじゃないですか。はい。はい。で、黄色のリムさんが、はいはい。それ、自分あのストレッチからロガからリアクターって言ったんですけど、はい。ストレージの右側とかに行ってんのにもかかわらず、なぜかセキュリティのとこいたんで、で、そこで扉が閉まったんで、なんかベント使ったような気がしたんで、ちょっとさせてもらいました。単純に、とりあえず、もうすでに2人、うん、確か、下がベルゴーさんだったかな、で、上が2人ぐらいいったような気がした。上に行ってます。ま、で、まあ、もう十分人いるからいいかなってので、で、セキュリティにタスク1個あったんで、それやりに来ました。以上です。リムさんの声だいぶ聞きやすくなったんじゃないかな。もうその二人でいいかなって思って先にもう やりに行っちゃいました。これちょっと普段の独り言レベルだと声ちっちゃく聞こえるかな。むずいな。まあいいか。え、リムさんってそういうの入ってったよね、はいはい、セキュリティに。はい、いました。多分僕カメラ長いと見てましたけど、普通に入ってきたような感じがするんですけど、僕が印象で。まあ大丈夫だ、これで。まあ誰も殺されてないし、それならいいですね。すんねん。とりあえずまだタスクが結構残ってるんで頑張りますわ。はい。はい、以上です。はい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 、あんまり見てなかったんやけど、壁をすり抜けてたって話なんかな、今のって。よくわかんないけど、弁当疑い、弁当疑いでカメラ見てたら普通に入ってましたよっていう証言が取られてるって話やから、多分動機ずれかなんかで壁をすり抜けたんやろうな。ああ、そういうことっすね。おそらく。よくわかんないけど、あとで配信のやつもうちょい変えたいな。まあそれは頑張ってもろてね、一人で。いや、まあ24時宅入ってないから、その時に変えようかな。24時宅押してくれてもいいんですよ。いやー、きつくない？きつくない、きつくない。あ、暇やからこれの募集もう一回やっとくか。いやでもこれ今やんの紛らわしいか。やめとこ。いいんじゃない？いやーにしても雑キルしたな。うん、今のはすごい雑キルしたな以外の言葉が出ない。今すごかったな。二連ファーストキルつらい。あ、そっか。なんか近くにいたから殺しただけで、別に狙ったわけでは全然ないんですけど。そうやねんな、マジで狙ってるわけじゃないんだよ、なんか。
ふらーっと歩いてたらさ、あ、俺やんけーっつって。アドミンで2回遭遇したから、今度こそ殺すかっつって。つらいっつ。いやー、近くに行くの怖いなーって思いながら、見てたんだけど。いやー。これは見つけるね、これは。はい。はい。あ、で、あ、すいません。たくみさん押してくれたんですけども、たくみさん押される直前に、ストレージから、エレクトリから入る方向の入り口、はい、あの入り口あたりで、しおしおさんが死んでるの、一番最後に見つけました。じゃあ死体発見場所がそこですね。はい。どこ？ストレージ？しおしおさんがあのストレージのエレクトリカル入る側の入り口のところらへんで死んでました。あ、はい。目撃情報はありますか？アドミンにいたのはなんかリアクターになる前には知ってるんですけど、その後ちょっとわかんないっす。リアクターなって、はい、いなかった人いたっけ？リアクターなった時、自分が、自分とちょっともう一人わかんないですけど、緑はいなかった。俺がずっとアドミンをずっと見てました。で、2、3、4、5って順々に増えていったんで。しおしおさんおったっけな、リアクターの時。いや、いなかったよ。いや、いなかった。いなかったから鳴らしたんだよ。リアクターいなあって全然そうリアクター2回あったけど2回とも来なかったから鳴らした。タクビニックサテツキあとリムがいたのか4人そうですね。しかリムもいたんじゃないですか。もう一回で俺その後監視カメラ見てベルフォルテさんがナビゲーション付近におったのは覚えてんだけど、あと記憶にあるのがベッドベイの下の通路からベルゴさん出てきたぐらいかな俺の記憶だったね。で、まあもしエレクトぐらいで死んでると仮定すると、エレクトからベントでメッドベイ行った可能性はまあ考えられないかな。いや、その前、リアクターのところで合流してて、他の人が僕と一緒に、茶色は多分いましたよ。いいか。僕いましたよ。うん。僕、メッドベイに入るの見てますよね。見てます。入るのが、出たのは見たんですけど、入るのは覚えてないですね、ちょっと。上から入って、で、デッジから出てる。ああ、そうなんだ。じゃあ、下から出たのは見てたんですけど。とりあえずスキップね。とりあえずスキップ。はい、はい。なんかいいっす。詰める詰めるなら押して。ちょっと話したいことも微妙に。詰めるなら押して。これで名前入るかな。てさ見てないのかあれね。アドミン出てくときにそうなんですよね。あかん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 、はいはい、はい、で、はい、さっきベルゴーさんが弁当移動うんたらかんたらあったじゃないですか、はい、でそういう意味で、はい、私ベルゴーさんがエレクト入るとこ見ましたっけ？出てくるとこしか見なかったような気もするんですよね。どういうこと？いつですか？エレクトに何？メッドベイじゃないですか？ごめんなさい、今メッドベイだと思ってたんですけど、メッドベイですか？さてつきを見たのはメッドベイから出るベルゴーさんを見た。メッドベイから出る。それは確かにあったけど、だいぶ前の話で時系列全然違うんじゃないですか？いや違うところ。リアクターなる前。なった後、なった後。なった後。に出てくるのを見た。そう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 。で、その、ごめんなさい、リムさんはいつ、はい、リムさんですか？リムさん、あ、はい、ごめんなさい、ベルゴーさんが入ったっていうのを見たのは、エレクトリに入ったっていうの。多分、2回目のリアクター後だったか、そこら辺だったはずなんですよね。1回目だと思います。1回目かですかね。まあ、じゃあ、だいぶ前です。じゃあ、じゃあ、ずれてる。死刑でずれてるから。じゃあ、私の勘違いです。すいません。まあ、でも、
じゃあ2回目下通った人いないのかな。上通ったのは匠立て付けを上通った気がする。少なくとも完全にリアクターが無視してタスクやってましたね。フォルテさんはそうだね、ナビゲーションで見てます、ね、フォルテさん見てますね。ローワーで給油、誰か給油してた人いませんでしたっけ、ローワーで。俺とベルゴさんやってなかった。あれ、それは俺はやってて、ベルゴさんが下に行かなかったかな。いやでもここ、ね、あの私、少なく解散した後ですね、リアクターになって。あ、ごめんなさい、あの、ちょっと正直時系列が覚えてないんであれなんですけど、少なくとも、あの、2回リアクター行った後、扉閉められつつ、はい、私、ストレージまで行けないところまでずっと下の方をうろうろしてたんですね。で、それの時すれ違ったんで、ベルゴーさんと、確か給油してた人が誰か行ったぐらいしか記憶ないですよ。とりあえず、ベルゴーさん、フォルテさんペアが一番無難だと思うんだよね。リムさんの言ってるのは、はい、リアクターなった後、なってからなった後です。じゃあ違う。はい、じゃあベルゴーさんとじゃあことベルゴーさんとこれで始めます。はい。白角取られちゃうけど、まあ、まあまあまあ。白角取られるのきついな。リムさんはまだ生きてますよね。ん？あ、はい、変わった。OKです。リムさんがミュートの種類を間違えていた。ああ、うん、なるほどね。これはリムさんにそろそろ強靭のつくすでについてるじゃない。いや全然すでについてる。大丈夫だよ。そうだろ。ほんまや。ついとった。そうね。しかもこのロールつけれるのって俺と渡辺とあとあまりこっちには顔出さないユーニャンっていう人だけなんやけど、全員がつけた覚えはないねんな。いつつけたっけって言って。なるほど。でもいつも強靭っぽいからなみたいな。いつつけててもおかしくないよみたいな。ノリやでんな。なるほど。あとこれフォルテさんかな、ずっとナビゲーション。あれ、なんで閉じてなかった、マジか。閉じたつもりになってた。ちゃんと閉じろよ。マジで閉じんのミスった今。ロアエンジン閉じたはずだったのに。そんなんやから雑切りクソ野郎って呼ばれるんやぞ。呼ばれたことないんだけどな、それは。今読んだ。これはもう、これやるしかないなぁ。あ、出た。殿下の宝刀。殿下の宝刀だ。陰キャリアクター戦術。リアクタークソ野郎。陰キャ、陰質。これはキルしない。ちゃんと全部閉じるんだな。閉じれて偉いね。下は匠さんか。偉い。はーい、ボタンを押させないんだよね。ボタンを押したいね。くそ。そりゃそうだ、そりゃそうだわ。あーいや、うわー、ごめんなさい。おもろい。いや、あの。俺のせいです。本当にごめんなさい。あーなんか、2回目ドア閉めんのうまいなーって思ってた。2回目アドミン閉まった、あ、アドミンじゃねえわ。リアクターになった時、フォルテさん見えてなかったんですか？何をですか？出てくる自分、アドミンから出てくる使用しようと、カフェから一緒に降りてくるニックさんです。あー見れてなかったかもしれない。まあまあ、まあ、あーなるほど。しゃあないしゃあない。いやあ、事故は暗いからな。さあ、事故は暗いですからね。あれはもう誰も後ろこずっこないなと思って、キルしたんで。雑だったなぁ、俺。いや、渡辺の見たとき、むっちゃ笑ってしまったよな。ニックさん一緒にいるときドアしてたのに、閉めてたの、ニックさん。たくみさん、あ、いやもうね、渡辺さん死んでから僕は一度もサボタージュしてないです。ああ、じゃあ渡辺が言ってたね。はい。ああ妙にうまいな。めっちゃなんかめっちゃドア閉めるのうまいなーって思いながら見てたから。さスキルの瞬間爆笑してた。でもまあドアの件は別に俺と渡辺がそうローラーされたのが、ね、手羽さんと俺だからね。そこはローラーするよ。そこはローラーだからね。どっちがねインポスターだったとしてもね、多分サボタージュはうまいんですよ。
そう、そうやね。まあ、その推理には出さないでほしいけど、実際そうなんですよ。慣れの問題で。推理出すのは禁止やし、まあ、ぶっちゃけ思うのすら怪しいとこはあんねんけど、その、まあ、ね、まあでもそれはね、どうしようもないから、まああんまり考えないようにするぐらいな感じなんだけど、あんまり考えないようにしてほしい。まあでも、まあ、手羽渡辺だから、まあ、せやろなーって感じはある。せやろなー。もう渡辺さんだから、まあ任せていいよなーと思って、俺はもう放棄しましょう。そう、肉さん視点はもう渡辺って分かってるから。そう。サボタージュ放棄していいなーと思って、サボタージュ放棄してましたね、ついに。やっぱりなんか、シュッて動くと、カメラ映りますよね。映りましたよね、あれは。あの、手羽尾さんは来るし、カメラついてるしで、これ、どうしようって思いながら爆笑してましたね。いやーね、もうね、どうやって手羽尾さんになすりつけようかなって。手羽尾さんをローラーすることだけしか考えてなかった。いや、まあ、ぶっちゃけローラーしても全然いいかなって思ったから、まあ、盤面的には。そう、全然有利やから、最初はローラーで別に、マジで分かれへんだったらローラーでよかったし、なんか、俺、レポート押したときでカメラついてること知らんかったねんな。で、あ、カメラ見てたん？あ、こっちやんって思ってさ。わかる。そしたらもう、ホルテさんがわかんないって言ったから、ああ、じゃあこれ、突きつけしかねえやと思って。いや、そう、あのね、殺した瞬間はね、本当に、本当に、だったから、俺、村目線でもう俺を殺した方がいい、ね。結局、俺を生かすっていうことが、なんかその、わだかまりになって、もしかしたらあいつインポスターかもせえへんもんなって思われ続けるよりかは、まあ、位置落ちたしねっていうのが、そう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 、結果的には安心やから。そう、絶対に落としたからね。一応ね、カメラ確認してキルしたんですよ。ただ、多分、あの、よしって確認してキルボタン押した瞬間にカメラがついたから、その、殺した瞬間はバッチリは見えなかったと思うんだけど、でも、俺がいるのは見えてるっていう感じだったと思う。血しぶきとくちばしが。そう、多分血しぶきとくちばしが。くちばしが左に動いたの。そうそうそう。それで俺がアドミンから出てって、手羽尾さんがアドミンに入ってくって感じだったから、それを見られてたら、もう、まあ、多分8割ぐらいは確信できてたんじゃないかな。これくちばしでかいから、このスキン不利やねんな。それ言ったら、このあれ、モヒカンもだいぶ不利っすよ。モヒカンも不利やし、ペットも不利やねんな。このモヒカンとか、あとは、なんだっけな、ハットだとね、あの、帽子、これも結構不利っすよ。体積取られるから不利。判定の問題が。でかいから不利。でかいやつは基本不利。あ、ブラロカさん、ね、裸っす。あとベルゴさんも。ああ、全員着替えましょう、全員ね。いや、着替え直したら、あれしますか。あの、うん、そう、誰が、そう、誰視点で誰が抜けてるか全然分からへんから、ごっちゃごちゃやから。あ、着替え終わったら下に集まってきてください。下に集まる気がない。かっす。始めよう。はーい。あー、インポスターいいよ、もう。よかった。土手右最強。あれ？あ、めっちゃ通り過ぎてった。インポスターやりすぎてマップじゃなくてサボタージュ開こうとしてた。あや。カフェテリアの入り口の、ちょっと待って、ちょっと待って。ベルさん帰ってきた、はい、OK、どうぞ。カフェテリアと、アドミンの方行く方向の、もう入り口のところにさて、月さんが死んでました。で、たくみさんは素通りしてたんですけど、その後振り返ってたんで、微妙だなっていう線ですね。まあ、さてつきさんと僕の真後ろにいたところ、俺最初先行してや。そう、先行してアドミンにいたんで、多分違うとは思うんですけど、ただたくみさんがすぐ見たついて戻って、レポート押そうとしたら押さえてたりね。はい。もう一回正確な死体の位置を教えてもらっていいですか。カフェテリアの中で、アドミンの行く方、下のところ、もうすぐですね。廊下の手前ですね。廊下の手前です。廊下の手前。カフェテリアのね。で、僕視点では、リムさんと匠、まあ、リムさんは白です。リムさんと、俺と、俺は白。はい。匠さんも白っすね。俺だってって、絶対見えないから。一番早かったから、アドミン。あ、そう、白レベルになった。多分、僕と茶色が右上の方のタスク開幕やってて、で、ヤクタ鳴ったんで、多分真後ろぐらいにいたと思うんですけど、右の方のウェポンって誰いました？右のウェポンは自分がピュンピュンやってました。ウェポンは俺、渡辺、ブロフンは見てます。赤と紫と白。赤
で、僕、最初、初手、メッドベイの方行こうとして、スキャンだったんで、もう引き返したって、で、アドミン行ったんですけど、その時には、砂鉄木さんの死体はなかったです。なので、ほんと、リアクター直前ぐらいだと思います。じゃあ、白いのが誰だ？リムさん、タクミさんっす、今。リム、タクミ、リム、タクミ、チェハオ、渡辺、ブロフンさんも？ブロフンも無理でしょ。いやこれ所持金はもう2から勝てないから、そうだよな。渡辺ブロフンの動向は知らん。え、俺最後手羽さんの真上でタスクやってたよ。O2 にいるの見てる。O2 の下側のタスクやってるの見てる。アリバイ言ってない人いる？塩塩さん？塩塩はストレージでオイル組んでました。ストレージ。あ、一人確かにアドミンで。はい。あ、いましたね。ブロフンさんそうだよね。じゃあ塩さんも厳しいんじゃないかな。見られてるなら。もう一回押してもいいんじゃないですかね。もう一回押してもいいと思うよ。誰が押す？みんな。みんな。みんなね。わかんねえ。誰が白いんだっけ？手羽さん白いことしかわかんねえや。ん？あ、ここじゃないのか。こっちか。こっち行こう。量産？オッケー。くそ、先に押された。先に押してやったぜ。で、リムタクミエシロシロシロで。でしたね。渡辺さん目線じゃって、ハオさん、ブロフンさん、白。ブロフンさんは分かんないけど、テハオさんは白です。テハオさんは白です。ブロフンはずっとシューティングやってて、フォルテさん後から入ってきたから、それは証言してもらえると思う。あ、俺ずっとシューティングやってたから、ごめん、後ろの画面は全然見てない。後ろっていうか、最初にいたんじゃないですか、ブロフンさんが。そうだよ、後から来たのがフォルテさんだよ。後から来たんだ、見えるはずやんな。見えるはずだとは思いますけど。いや、それは見てないぞ。え、俺が最初にウェポンずっといたからそれは見てないぞ。最初にウェポンずっといたわ。それは嘘かな。あのウェポンに開幕行ったのはテハオ、ブロフン、渡辺なのは間違いないと思います。ただそのなんかめんどくさいなんかテクニックの話があるから、その多分自分視点では、初心者視点では最速のになってるだけの可能性がある。いや、まあただその見えてないってかのことは、ブロフンさんがこっち来たふりをして引き返した可能性はなきにしもあらずかもしれない。でも多分厳しいんじゃないかな。いや、マジでずっとシッティングしてたよ。それでなんか、まあ多分そんな変なアリバイ証明はせんと思うけどね。見てないって言われてるのがなんか、おそらく見てないだけな気がする。俺の勘違いだ。まあまあまあ全然。多分そこは相互白なんやろな、おそらく。ベルゴーさんは、僕は最終、1回目になった時はストレージの上のとこのワイヤーあたりですね。なんか、これ、ベルゴーさん、かニックさんのセルフかぐらい。そうですね、僕が殺して、アドミン入って、またリアクターになったから、見つけられたからセルフしたか、そのベルゴーさんが殺して、ワイヤーやってるふりしたかの2択になりそうですね。そうですね。見てる人も2択なんやろうな。だってニックさん目線で、その、一番近かったらしき匠さんは白なんやろ。そうですね、殺したふりじゃ、殺したじゃなくて、本当に通り過ぎて、あ、下にあったら戻らなきゃっていう、戻ってるふり、あ、戻ってたんで、それだったら白っぽいなっていう動きでしたね。ローラー行っとくか。あ、僕は大丈夫です。隠しローラーで。あれは持てるならだいいけど、ローラーするの？ペアでとりあえずいいんじゃないかな。とりあえずペア。ニックベルペア、ニックさんとベルさん。じゃあ、ついてきてください。ニックベルペアでいけそうな気がするけど、どうなんだろう。他容疑者本当にいないのかな。量産のそのストレージが嘘で、実はベルさんのストレージがそのアドミンで一映ってたっていう可能性はないのかな。
いや、全くわかんないけど。とりあえずタスクやるしかないな。黒。エルゴーさんが確か、アドミンいたんだよね。扉閉じるな。やりたくね。3つぐらいにしとくか。リム。あ、やっぱそうだよな。あ、うん、白、白か。白は渡辺さんを。ちょっと待ってください。これ渡辺さん生きてます？死んでそう。多分死んでる。これ同時に。俺の画面渡辺生きてるで。バグが生きてたね。あ、死んでます渡辺。渡辺死んでます。ストレージでベルゴーさんが、ブロフンさんをやってるのを見ました。で僕が、ウェイコート離れて、結構停電の時もベルゴーさん離れようとしてたんで、やばいなと思って、停電の時にあれしてたもんで、はい、つい数秒前までブロフンさんをずっと見てました、一緒にウェポンやって、一緒にナビゲーションやって、シールドを先に行ってたとこまでは見てます。え、はい、ベルゴーさんが、どこでやってたんですか？ストレージです。ストレージで、ニックさんと助かってたんですよね。はい。そうですね、ペアでしたね。コミュニケーション行こうとして、扉閉まってたんで、で、僕は上行こうとしてたんですけど、ベルゴーさんなかなか動かず、扉の前行ってて、で、で、停電になって、そのまま下行ったら噛まれたって感じですね。あー。僕が最後ブロフンさん見ましたね。そうですね。たくみさんがいたのは知ってます、扉のところに。で、僕はそのままエレクトリカル停電したから、ちょっと。そうですね。まあ、これはとりあえず、みんなの証言的にはベルさんでいいってこと？うん、ベルさん、俺目線のちょっと話しときます。ちょっとなんか、俺ストレージの上の方を歩いてました、はい。ニックさんがちょっと上に上がってくるのが見えました。その1秒ぐらい後にレポートが入ってます。だから多分証言的にはベルさんの方が黒いかなっていうふうに俺は思ってます。はいはい、僕は暗くて、まあ誰も重なってなかったので、ローラーでいいんじゃないかな。まあ、別にそれでもいいですけど、これでもローラーしないと結構怖くね。渡辺さんと最後どこいました？あ、初めですけど、渡辺さん、でもなんか下の方に行ったっていうのは多分合ってると思います。その周辺に、ちなみに私何も喋ってなかったんであれなんですけども、カメラ光ってた方って見てたりします？カメラ見てない。セキュリティで確認はしてたんですけど、見てないです。カメラ光ってたのは見てない。でもこれベルゴさんに入れます。ウキイチ、シオさん、トリムさんだけなんじゃね。カメラ光ってるはずの場所は通ってるけど、俺アドミンからストレージに行ってるから。え、どのタイミングカメラ見たの？ちょっとわからない。あ、最後押す直前くらいです。じゃあ見てるわ。これ死体バグ起きそうだけど大丈夫かな。大丈夫か。あ、死体は出なかったんだ。よかったよかった。俺の死体がバグで浮くかと思ったけど、大丈夫でした。浮いてない？これ、リアクターの方で見たけど、渡辺。そこで殺された？俺はセキュリティ入って停電したから、危ないかなって思ったらリムさんがセキュリティ帰ってきて、あ、死んだわってなった。なんか今の発言怪しいと思ったわ、最後の。多分これでも浮き位置を考えていくと、なんかみんなストレージ周辺にいたから結構、ね、まあ渡辺の死んだ場所が全然わかんないから、みんなそう、なんとも言えんけど、ま、なんかストレージ周辺にいた人の中に俺がいないってことは、それ以外が殺したんじゃないか説出せる可能性がなきにしもあらずかな。でもあんま絞れないと思う。詰めれば、多分きついな。詰めないとは思うけどな。もう詰めなさそう。うん。まあ、とりあえずベルゴーさんなんですよね、多分これ。うん、そうだよ。じゃあ、そうです。まあ、まあまあまあ一浪落ちたということで。あ、これ噛まれると思わんかった処理。すごいキルしましたね。すっげえところ噛んだと思って。だから最初右上で2人いて。あ、なんかここで殺されるの嫌だなと思って、とっさに真ん中の方行ったら、なんかそこで噛まれたから、嘘そうかーと思って。まあ下手に端よりはど真ん中の方がぐじゃるかなと思ったんですけど、確かに。え、でもアドミンでペアって作られてるっていうのが、まあさすがに早すぎましたね、多分時間が。みんな
カフェに戻る時間すらないタイミングで切るになっちゃったから。でも右上で仮に殺してたら多分右上でなんか確認してなかったから、ベルグさんがいることを割と割れてた可能性はあるかもしれない。うん、右上誰がいたっていう話にならんかったから。でウェポン行った人が多分テハオ、渡辺、ホロ君とかホロデさんとか。そうだね。でそこの4択で絞れられそうな予感はあったから、ワンチャン。さあこれどうでしょうね。誰だっけ、あとリムさん。うん、あごめん、あのネタバレ嫌だったら申し訳ないけど、一応リムさんだよね。よかった、合ってたわ。じゃあ俺の予想は急にセキュリティの話するから、あーなんだこいつだ。アリバイ証明でまあ完全にまあ部外者だったからね。今アドミン、あっおおミートするか。ですね、アドミンで死んでました。で弁当に入ってくるリムさん見ました。なるほど、なるほど。リムさんは、ん、私は最後ウェポンの方で助け合ってたんで、そこにはいなかったはずなんですけど。アドミンでした。ただベルさんはまあ連れてるんだと思うんですけど、ウォルテさんがホルテさんとニックさんだったかな。ナビゲーションの方で確か上に、はい、これはどうなるかね。ナビゲーションじゃなくて、最終ストレージでホルテさんが配線タスクやってて、アドミンで僕入って、その瞬間に死んでるの見てて、それでリムさんが入ってるの見てます。だもんで、フォルテさん目線でわざわざ僕がフォルテさんいるのに殺す、そこで殺すのは。ナンセンスかなとは思ってます。とりあえず、たくみさんとフォルテさんってボタン残ってますか？俺押したかな？押してないはずです。俺押したかもしれん。困ったな。いや、とりあえず、ベルさんはもう散ってる読みでいいと思います。はい、で、はい、それでなんか、はい、そこの同じ容疑者だったニックさんが、まあ、おそらく白だと思います。まあ、もしかしたら、リョクロなんかもせえへんけど、リョクロやったらもっと死んでるはずやし。だったらね、もっと死んでる。うん、てか、よくれて負けてるし、まあいい、うん、あれから。僕の考えで。リムさんは多分白だと思うので、リムさんからとりあえず釣るべきだと思うんですよ。あ、ボタンあるんで僕は押しますし、それやったらフォル、まあ、あれです、ね、はい。ちょっと自信がないんで、連打していただけるとありがたい。ニックさんは絶対白やし。うん、まあ、99% 白だと思うんですけど。最初のセリフもあるか。てか、全部セリフ、うん、全部じゃないけど。全部セリフになりますね、これ。あ、ゼロで。映像に毛が生えてるな。あ、そうだな。じゃあ全部セルフやったとしても、初手から相方容疑者に入れるのマジみたいな感じになるけど、そこから殺しに行くのはどうかと思うからね。うん、多分これはリムさん釣りでいいと思いますよ。釣りだけど、はい。あぶね、ずれてるずれてる。はい、あ、大丈夫。これで終わらなかったら、終わらなかった僕釣ってもらって大丈夫です。僕はしますし、はい。まあ、ね、まあ、ということでね。なんか全部見てんだよな。まあ、終わってしまうということで。運が悪かったかな、今の。そうですね。マジで、今行ったと思ったのになくそ。ニックさん最強。いや、今のニックさんが入ってくタイミング最強すぎたな。そうそうそう。殺して、入ってくぞって思って、しっかり黄色を見れてたから、あーと思って。あれ、色までは見えてないと思いました、正直。色まで見えてた、正直。すげえなあれ、黄色じゃんと思って、入ってってなー。弁当から出て、はい、あの出てから入るまで3秒もなかったのにな。トイレ行ってきます。ドンピシャでしたね。はい、はい、はい、みんなもう記憶能力が高すぎてすごいな。全然覚えられない。結構そう、ここはそのなんかふわふわよりは結構ガチ寄りというかバチバチなんで、そう、初心者とかやっぱきついのかもしれないです。だいぶきついっすけど、まあ、まだインポスターじゃないんで、まだ大丈夫です。ああ、俺は飲酒してるし、ニックさんも飲酒してるし、渡辺も飲酒してるし、リムさんも飲酒してるよな。バレてたか。じゃあ、飲酒は全部ちょっと黒って無線で言いながら、ちょっと
や、飲酒の方が白いと思いますね。飲酒グレランスか。飲酒は義務。いや、飲酒ちょっとローラーでまずは行きましょうか。あれ怖怖。いや、最近ね、全然酒飲んでないんですよ。いや、それがいいと思います。うん、その方がいいと思います。その方がいいと思います。今、ノリで飲んでるだけやから。あ、今、P400 になってた。一回部屋崩しません？これ。俺も結構不安定かな。はい。帰ろう。あ、渡辺だ、出てもらおう。あ、はーい。俺ね、自分で部屋立てるとね、インポスターなれないんですよ。何そのなるほど。じゃあ、世界平和のために。あ、待って、なんか、これ、俺、俺、アマンガース真っ暗な画面になっちゃった。じゃあ、再起動してもらって。再起動もらって。いや、ほんとね、怖いっすわ。結構ね、一人でいることが多いから、ちょっとね、つきたいっすけどね。今は自分で部屋立ててみたら、確かにプラスボタンのところに出てくる。出ますよね。出ます出ます。ええー。あ、メッセージを送信できませんでした。プラスボタン。あ、待って待って、俺間違えてさっき。え、なんで？プラスってあれやんな、あのなんかチャットの書き込むところのその左側にある。できたできた。そうです、あのファイルを送信するやつです。え、そのファイルで何をしたらいいの？いや、そうじゃなくて普通にアマンガスでホスト立ててたら、そのままなんだろう、アマンズガースを招待するみたいな文章がプラスされて出てきますね。一回抜けてこれあれやった方がいいかな。いや、俺がスクショ貼りましょう。あ、本当ですか？今自分も取れますけど。これで、これを送ればよろしかろうっていう。誰か一緒に行けた。出ねえ。なんで出ねえんだろう、私も。俺、部屋立てする。あ、ここじゃねえか。まあいいや、こんな感じ。ああ、そこに出るんだね。そういう連動の仕方するんだ。へえ。面白い。やっぱ、渡辺にやってもらおう。来るのは赤いゲームということです。ね、うん、3つ毎回来てもろて、俺の代わりに部屋立ててって、だから絶対出会おさんが募集かけたら渡辺さん。俺募集かけてないんだけどな。結局12時はどうなんだ。12時はなんか人間めっちゃ少ないよな。12時は寝ますよ。寝ますよ。明日仕事、うん、やば、行ける。明日残業確定だし、ね、今日はでも連日やってるからいいかな、俺。え、今日の夜はいいかな、ちょっと。連日をやってるからいいっていうのはちょっと違いますよ。連日やるもんですから。連日6、7時間ぐらいやってるから、ちょっともういいかなって。感想戦含めたら。朝の3時とか4時になってます。4時とかまでやってましたね。やば。だからもうさすがにいいかなって。まあ、じゃあとりあえず。1週間で30時間ぐらいプレイしてるらしい。うん、やってる。俺よりも手羽さんの方がやってるかな。あ、じゃあ1週間で30時間。手羽さんは正月あたりのやり込みがやばかったから。そう、なんか Steam 見たらさ、書いてあって1週間で30時間くらいプレイしてますよ。やばーみたいな。あ、まあまあ。まあでもな、普通のゲーム30時間は普通だからな。じゃあ、行きますか。行きますか。はい。はい。お願いします。陰も良好。よしよしよし。さて、ここ。ニックさんがインポスターだったら俺は死んでる。O マイナスのあなた。ニックさんじゃないね、これ。インポスター。あえて死ぬ方向に行くやつ。量産。ポーポーピポーポーピーピポーポーピーピーポー。オッケー。あ、閉まってる。あー、
いっぱい来た。もうボタン押すか。でも死体発見行くか。死体探すか、念のため。あ、え？来い来い。はい。来い。アドミンです。アドミンの、人数管理、入室管理の端末の上、机に隠れるような位置で死んでます。すげえな。てんな。他の目撃情報は。とりあえず、私と渡辺さんとフォルテさんでしたかね、ヤクタナオさん。あ、そうですね。うん、で、まあ、ヤクタはいっぱいおった。なんか多分そこは。うん、ただリアクターの前で、たぶんリアクターの前で、あ、そう、リアクター前だと思う。一応発見したんで渡辺の動きから言いますね。はい、開幕、初手右行きました。あ、右じゃねえや、左行きました。メッドベイ入りました。その時に渡辺と一緒にニックさんも入ってきました。渡辺スキャンしてニックさんが試験官の方だったんで、ニックさんが先に出て行きました。で、そっからどっち行ったのかわかんないんですけど、渡辺はその後リアクターに行ってて、リアクターで塩さんと合流してます。はい。で、渡辺はもうその後ずーっと左側にいたんで、そのリアクターが鳴って、フォルテさんとリムさんが来るまで誰にも会ってないです。うん、だから、見たのはほんと初手でメッドベイだけですね、ニックさん。確か、その後、結構時間が経った後にエレクトリーが出て5人ぐらいで閉じ込められてたんですけど、うんうん、そこにいたのって誰でしたっけ？ピンテハオルはいます。黄緑、黄色、ピンク、水色、ジャーか、うん、すごい。これ、ね、多分黄緑、黄色、水色、ピンク、茶？ピンクか。茶、うん、はいない。は少なくともエレクト周辺にはおったけど、水色、茶が入るの遅かったんやったかな、確か。水色茶が入るの遅かった？じゃなかったっけ？俺、停電最初直したよ。そうよ。いや、多分、その後抜けてったんじゃないですか？いや、俺、奥行った。奥行った、その後。俺も奥行ったね。うん、ドア閉まったから。じゃあ、時系列はもう置いといて。うん、とりあえず、その辺はおったってことで。あ、ニックさんの目撃証言ないですか？開幕以外。全く見てない。ないです。アドミンに行った人はいないですか？じゃあ。アドミンの前はと思ったけど、初手は行きましたか？エレクトロが開いたときに、白と赤が多分、右側の方にいた気がする。詰める初手右は白赤です、うん、もう少し話したいな。全然白出しすらできてないんだけど、O2 とかなんないかな。これ、いや、俺はもう無理だ。リアクターは頑張ってくれ。はーい。はい。はい。はい、ブロフン、ちょっとだいぶグレー位置だから先に言っとくんですけど、停電中、停電無視して、右の方で助けたんですよ。はい、シューティングやってる時に、テハオさんが、カフェ方面に行ってるのを見たんすけど、テハオさん、その時どういうルートで動いてました？カフェ行って、ストレージ行って、エレクトっていう順番やったかな。アドミンの中は見てました？見ました？見てないと思う。あー。あ、うん。で、停電が終わって、ストレージ右のその、なんか、コミュニケーション側の廊下からブルフンさんが来るところも見てます。まあ、右側ブルフンさんから。うん、ナビシールド、ストレージって形に回ってきてたんで。うん、また、あ、右側ぐるっとっていうルートやと思うし、まあ、ベントキルもワンチャンできるよね、程度にしか思ってないです。そうですね。だから、ちょっとだいぶグレージだったんで、うん、今先に行ったんですけど、うん、自分目線は、テハオさんがカフェホーム行ってたから、ちょっと怪しいかなって思って。残ります。僕最初、エレクトリカルから言いますね。エレクトリカルで停電になって、閉められたから、奥のタスクやって、で、タスク終わって、僕が最後にエレクトリカルから出て、アドミンの前を通って、カフェテリア行って、カフェテリアから、
右の、ウェポンのタスクやって、って感じでしたね。まあ、でも結構グレー1。うん、でも、一応死体発見したんで言うんですけど、通るだけじゃ、レポート引かんないです。中入んないと引かんないです。ね、というので、停電後にアドミン入った人がいたら申告してほしいんですよ。いなかったら結構早い段階で殺されてると思ってて。入ってないんです。アドミンは今回全く触ってないです。だから、可能性としては、その停電直前ぐらいにニクさんがメッドベイ出てくのを見てるので、そこで右に行ってアドミン入って殺されたのかなっていうのをちょっと思ってます。他に目撃証言ないんで。合ってるんであれば、テハオさんがきっとグレイチじゃないですか。テハオさんも、そうなるかな。ただ、すれ違ってないと思うけど。これ、絞れないな、全然。絞られへんよな。わかんないな。とりあえずまだ詰めなくていいですか。そうっす。ああ、そう、どっちでも。で大丈夫です。分かりました。これ、わかんねえな、全然。全然詰めらんなくない、これ。発見めちゃめちゃ遅れた気がする。量産白く思うんだよな。セキュリティ1、エレクトリカル消えた、リアクター消えた、スプレージに、タオ、テハオさん、うおー、みっぽい来た。テハオさんが下側行ったな。これアドミンで死んでたりしない？いっぱいいるわ。助けやるか。一生カメラ見てる人いるな。はい、はい、僕が、セキュリティのドアの前で、はい、渡辺さんが死んでるのを発見しました。で、直前にすれ違った人がポルテさんです。現場から以上です。どっからすれ違えたように見えました？アッパーローはどっちからですか？セキュリティのドアの方から曲がってロアエンジンに来るような感じだった。ロアエンジンに来るような形だった。あー、はいはいはい。俺が通ったのはロアエンジからその下から上ね。でちょうどすれ違ってすぐ直後に死体が映るみたいな感じ、そんな感じだった。ああ、ロアエンジもう一人いたと思いますけど、はい、誰でした？立て付きです。たくみさん見てます。僕はセキュリティ向かっているところ。 OK です。多分フォルテさんだった。フォルテさんかもしれないです。アドミン見てました。多分そうだと思います。ああ、アドミン見たろつえ。釣れへんねんけど、その廊下やから、うん、まあでも多分そこで死んでるんやったらそういう構図かなみたいな感じに見えます。で、ちなみに、まあいらない情報かもしれないですけど、アッパーに今直前自分いてドア閉められたんですけど、ドア挟んで反対側にフォルテさんがいるのも確認してるんで、ほぼほぼフォルテさんがアッパー、アッパーです、はい、アッパー1でした。はい、なんでほぼほぼ確定。怖え、この人たちアドミン怖え。死闘の情報はほぼ確定と。うん、なるほど。まあそれがタクビローラー、まあ、タクビセルフかフォルテさんなのかどっちか。でも俺めちゃくちゃ白くない？じゃあまあ91ぐらいだよ、俺的には。証言的にはだいぶ白い。確認ですけど、フォルテさんはなんか証言とかありますか？
や、なんか状況的にそんな感じになっちゃうからしょうがねえのかなっていう。まあ俺は自分じゃないっていうのであれば本当に言ってもらいたいので。そう、言った方がいいから、俺のために。いや、俺はそのなんだろう、リアクターから最後、ロアエンジン落として、はい、で、まあちょっとね、たくみさんが多分キルしてたのかなって俺は思ったんだけど。ちなみに、ただその、はい、はい。報告のボタンでしたっけ、はい、あれは見えなかったんで。はい。これはそうなっちゃうのかなと思いました。これは結構たくみさんはもうすれ違った後に発見ですもんね。うん。はい。そうだね。これローラーでいいよ。ローラーでいいよ。俺押すよ。うん。はい。押します。絶対押します。いやー。おはようございます。いやー、これはなかなか。なかなか、まあ俺のやつは絶対突き詰められないと思う。だいぶ最初ですよね。だいぶ最初っすよ。多分停電直後っすね、本当に。だから多分俺が行ったタイミングでもうぴったり。ぴったりっすよ。ですよね。ちょっとね、あんなにしていると思う。いやー、あれは運が悪かったです正直。結構そう、いいキルだなって思ったんですけど。あ、はい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 。うん、あ、大丈夫だ。じゃあ入れてもらって。はい。これスキップに入れよっかなぁ。なんかほぼほぼ。これだいぶ白いと思うんだよなぁ。いや、ローラーしか、ローラーする必要ないなって思ったら入れなければいいから。ちなみにですけども、まあ、に、たくみさんが黒だったとして、あ、この盤面で、まあ、押さないで、まあ、土産でキルクする可能性もあったじゃないですか。まあ、そうですね。まあ、で、まあ、それでボタン押さない可能性もあったんで、たくみさん一応監視はしてたんですけども、カフェのとこですか。たくみさんは、まあ、マジで押した感じだったんで、まあ、白なのかなーって方向では一応思ってます。俺は、落ちてるやろーって言いながらナビゲーションでタスクやってました。あと、なんだっけ、ずっとたくみさんと一緒にいたのって誰でしたっけ？ずっと？ずっとじゃないけど。まあ、最後の方。サテツキが見てなかった。サテツキがローアで見てるぐらいじゃないですか。じゃないですか。一緒にタスクやってたっていうだけで。ああ、まあでもそれでキルが発生してないのであれば。まあ僕は死骸、死体もフォルテさんも見てないんで何にもわかんないですけど、まあ、まあ最後に見たのは匠さんだよっていう。ちなみにローワのタスクってあの下の例のあれですか？ガソリンタンクとあの真ん中に合わせるやつ。そのあの場所のね。はいはい、オッケーオッケー。あのパチってやるやつだったら別に、まあタスクとは言われへんほどのタスクやからさ。いやまあ別に、ああいいけど、うん。まあその場所的に。さてつきさん視点、匠さん落としたいですか？まあ別に落としても問題ないっしょ、正直。俺からの意見。落としたら絶対落ちるって分かってるからいいじゃん。じゃあ、落としまあじゃあ、これは、まあ別に落とし毒かなと思ってる、勝手に。まあ、一毒だし大丈夫でしょ。だってそこで2人いるって確定だから。いや、1人は確定だから、ね。わ、スキップに入れたの俺だけや。すごいなぁ。ローラー意識高いね。じゃあ、頑張ってくれ。頑張ってくれって。お前は生きとるんや。ありがとうございます。デハオさんの頑張ってくれはちゃうやろって思ったんだけど。君は頑張る側やって思った。わからない。今、強場流行って引き切ろうとしてるかもしれない。ああ。やばい、やんない。サボりげ。あ、デハオさんなんだ。え？いや、違う違う違う。今、デハオさんが生きてんのに頑張ってくれって言ったから。それはちゃうやろっていう話。強場流行ってるってこと？いや、それは知らない。強場派はね、昨日俺がやってた。で、強場派は毎日やるもんね。何言ってんだよ。強場派、アルバ派は毎日やるもんね。昨日強場派フルオート垂れ流してたら、その、うん、クルーメイト中に火落としました。は、ちょっと、火は犯罪ですけど大丈夫ですか？めちゃめちゃハマってたんで大丈夫です。俺は、多分青箱250箱ぐらいでようやく1個落ちたんで。あと一人誰やろな。最近なやってないかな。てか青箱がマジ8億とか9億稼いでも落ちないからマジでなっていう。2億3億で止め毒ですよ多分あれは。まあまあまあ確率的にはあれ押せない、まあ、確率的にはそうなんですけど。実はここにいる人たちなんか俺が一番底辺レベルで周りが鬼のように強いんで。ランクいくつですか？俺は265です。ああ、高いじゃないですか。
で、今ここにいる、たくみさんとか、ニックさんは、天井人。は？俺、クラブでやめたんだよ。いや、今はやめてるけど。いろいろいじってたら、画面の方が止まっちゃった。あ、はい、わかりましたね。はい。はい、徹底的瞬間を見てしまった。はい、あらら。勉強だ。犯人が分かってしまったので、まあ、まあその人が最速キルしてくれた方なんで、ね、ああなるほど、うまいっすね。はい、だけど俺最初本当リブさんとフォロその人の、まあまあ見てないか、リブさんと2択だと思う。あ、リブさんとアドミンぐらいで出会ったんですよね、本当確か。あ、停電直後だったんで、まあ見えないかもしれんけど。これはでも、マジあそこのキル本当に。殺すか悩んでる。いると思う。あ、これやばくね。あ、直すかな、直すか。おお、偉い。直すんだ、偉いな。これやったらこっちするけど。殺さないのか。これ殺さない。殺すでしょ、これ。これ殺すじゃないの。これは殺すけど。殺さない。上がってない、もしかして。上がってない。いや、もう上がってると思いますよね。あ、閉め。あの、ブロフンさんがメッドベイに閉じ込まれていく。ボタン押すか。絶対人がいないのに。はい。はい。はい、落ちてるのって、砂鉄機？砂鉄機さんです。砂鉄機さんですね。ナビゲーション見た人いますか？私です。どのタイミングですか？直前ですか？されるちょっと前、10秒前かな？ドア閉じてたから。あ、じゃあ多分リムさんですね。あれ？侵入してる？あの、使用者さんとアッパー近くですれ違ったんで。アッパー？いや、上ポンね。アッパーって上ポンだ。いいです。はい、オッケー。死体位置どこですか？わからん。いや、悪口から今ボタンだったからわかんない。でも、ベルゴーさんとプロフンは、ほぼほぼ左の方に。多分お互い、左の方で白を描くじゃないかなと、うん。だいぶ長いこと一緒にいたから、無理なんじゃないかなと。お、うまいなぁ、これ。ガン見してる感じ、ナビゲーション側の方にいたのは、まあ、黒。とは思うけど。うん。でも多分、カメラに映らないツールなんかな、そしたら、俺目線あんまり見えてなくて、まあ、もしかしたら俺が不死穴やった可能性あんねんけど。ちなみに、砂鉄機さん、最後に見た方って誰かいます？いや。いや、しばらく見てない。いやー、見てないなー。多分最後のリアクターの、10秒か20秒くらい前だったんですけど、カフェで見たのは見てるんですよ、サテスキさん。カフェで見た？なんか知んないですけど、なんか、弁当の上に突っ立てて、なんだこいつって思ってました。え、カフェ？わからん。そうなるとマジでわからん。まあ、ただ結構前なんで、同人プレイ来たか、うん、時間によってはそこの情報はまあ当てにならない可能性もあるんですけど、一応私が最後に見たのはそこです。俺多分最後のリアクター中アドミンでアップロードしてました。それが最後のタスクです。でその後アドミンの情報を見てた感じ、リアクター2のウェポン1のナビゲーション1って感じで、他がわからんって感じやったと思うねんけど、おそらく一番最後に通報入った時はメドベーにいました。でベルゴさんがカフェに行くところって感じだった。そうですね。うん。おお、これ。10秒止まってたから、そこの差があるけどね。ワンチャン。からんけど、とりあえずタスクでいい？いいと思いますよ。あ、私、うん、あ、私、ちょっと、結構数残っちゃってると思うんで、ちょっとガン無視して走ります。ああ、頑張ってもらって。俺、タスク全部終わったから、走るわ。緊急。死体見ながらね。俺は、ワンチャンあるんじゃないかな。おはようございます。おっ、これだいぶうまいっすね。うまいっすね。殺さない動きがかなり良かった。リムさんの共演がやばかった。リムさんメッドベイじゃないよね、カフェテリアのベッドの上で。でもあれは多分本当なんじゃないですか。砂鉄木さんどうなんですか？はい、ですね、私メントルに突っ立ってました。なんならその後リムさんと離れたんで、僕はアドミンのベントルに突っ立ってました。ほーらー、そういうことするから。でも殺されたんだよな。
でも死んだ側なんだよ。死体位置とかが全然なんかもうごちゃごちゃになっちゃったよ。ごちゃごちゃになっちゃった。めちゃくちゃやん。あ、これガチ？え？誰か死んだ？いや。いや。え、あれ？あれ？瞬間移動した。今、サテツキ瞬間移動したで。え、俺死んでるよ。俺死にやん。うん、死んでるよ。お、うまい。いいぞ、いいぞ、いいぞ。いいぞ、いいぞ。これ勝ちや。あれこれまだでもあと2人っすよね、キル。うん、だけど見つけられてもあれじゃないですか。デハオが、ダッシュするって言って来ないのを察してくれたら、これでも結構確かに勝ち筋ありそうだな。だけど塩塩さんが、塩塩さんが多分見つけるかな。これ刺したらいける。あれね、いやね、塩さんを殺せ、塩さんを殺しに行かないとダメなんだよ。これはこれは塩さんですね。だけど多分ブロフンさん塩さんとやってないんでわかんないじゃないですか。確かにそうだな。俺手を見つけるかな。ああ、はい、うわ、アドミンでですけど、で、え、ブロック、いやでもこれわかんないぞ。タスク残ってるのってリムさんだけで合ってますよね。私だけのはず、ウア的に。はい。で、最後にリアクターで見かけたのが、自分とブロフンさんとベルさんなんですよ。で、そのベルさんが死んでるんで、ブロフンさんで合ってるとは思うんですけど。塩塩さん、スプレージの方行ってましたよね。はい。なんならアドミンで死体発見です、これ。うん。で、自分、その後に、後追う感じで行ってるんで、ベルさんは見てないっすよ。でも、後ででベルさんが死んでるのであれば。ちなみにリムさんの最終位置はリアクターの中央でタスクやってました。リアクターの中央でタスクやってた。ちょっと待って、タスクが残ってるの幽霊なのかこれ。これわかんなくなるよな。なんかタスクやってるところは見たけど、俺わかんなくなるな。はい、うん、でその時にベルさんもいて、でその後にあの塩塩さんの後をついてストレージの方走ってる感じだったから、自分目線にリムさんしかないんじゃないかなっていうところですね、今。うん、ベルさんはもう置いて自分走ってたんで、ちょっとは、はい、自分目線はリムさんしかないかなって感じ。塩塩さんはないと思う。塩さん目線はどっちだと思います？いや、微妙なラインって感じですね。わかんなくなっちゃうよね。リアクターいましたとか言うから、まあ、実際いたからな。濡れるんだよな。タスク残ってんのが幽霊で、リムさん残ってなくて黒っていう可能性も全然ありますし。言っちゃうと、私は最後、ウェポンに一つだけ残ってます。まあ、それも全然。まあ、当てにはなんないですけども。うん、そう、そういう嘘かもしれんから。てか、自分目線は嘘だと思ってるんで。うん、まあ、ちょっと、塩塩さんが。どっちを信じるか。うわぁ、どっちだこれ。これ、塩塩さんめちゃめちゃ一通ポジだな。ブロフンさんうまいな。お互いに見てもらって。そうですね。いや、俺は幽霊にタスクが残ってないことを信じます。いやぁ、うまい。いやぁ、マジっすか。はい。これで、リムさんだったら申し訳ないっす。いやぁ、うまいな。でも、ギリギリの試合だったな。くっそー。いや、めちゃめちゃうまかったっすよ。いや、本当にうまかった。ベルさん殺さずに残しとけば、あれじゃなかったんですか、隠し色もらってたんで。タスク終わっちゃうから。そうそうそう、殺さざるを得なかったですね、あれは。うん。なるほど。タスクマジでもう、あとちょっとやったもんな。なんなら、緊急に手羽尾さん来てなかったんで、これ死んでるなと思って。ごめんなさい、ほとんどの人が名前ハテナになってて、なんかすごいことになってるんで、一回入り直しをお願いします。めっちゃ一人や。いたのかも、いったぬけよ。すごかったです、これ。さて、つくさん。いやー、わかったっすね。さて、もう10秒ぐらい、もうすぐで殺されたからね、僕。タコシしてたんで。ハテナは、真っ黒や。あれ真っ黒で、青い犬のペットだけ見える。ブロフンさんに入り直しをお願いして。俺の画面はなんか緑が3人4人いました。ブロフン今入り直しをしました。なんかブロフンさん？あ、帰ってこれた。なんで、このね、帽子かぶってる人。この人。この緑の魔女帽かぶってる人。自分じゃん。手法さんが白い。赤になられへんねんけど。ブロフンさんが赤になっちゃった。赤になった。
そう、人が多いんすかね、やっぱ休日だから。あ、そういうことか。500とか、やばい。ピン今100。よし。100超えるの。まあ、多分大丈夫だと思うんだけどな。70ですね、僕。あ、ちょっとトイレ行ってきます。はーい。いらっしゃーい。いやーマジでかなって感じや。いやーマジでタスキル申し訳ねえ。あれ普通に行けたと思ったんだよな。全部閉まってたから。あれは全然なんか下手なキルではなくて運が悪かったと思います本当に。そう。うん、まあ私が最終的に終わらすかキルが全部先にやるかの勝負だったと思うんで。そう考えると紙一重でしたからね全部。初手ぐらいに僕リムさん見てるんですけど、はい、あのアダミンあたりいなかったですか。あ、じゃあ私ギリギリですかね、ニックさん見たの。多分入ってるか入ってないかの範囲だったと思うんですよ。え、さっきの試合本当にリムさんってサテツキさんをカフェテリアの弁当の上で見たんですか。マジですよ。それは本当らしいっすよ。うん、まあ多分伝ってたんやろな弁当の上で。まあサテツキって人をクリックしたらあのついてるロールが見れるので。強靭棒立ち。棒立ちました。棒立ちってロールはもう全てを察するよな。マジでね、あの時ねクソブーブしてたよマジで。でカフェの弁当上立った後にアドミンの弁当上立ったからね俺は。俺もやろうかなアドミンの弁当。強靭がいっぱいいるぞ。おいすーって。いやーだインポスターアドミンに入ってきた人をビビらせる作戦。ああいやーこれインポスターかって入ってベンチャロに立ってたらもうすぐボタン押しに行くけどな。そっから動けられたらマジらしいよね。やりてエレクトリカルでごちゃごちゃしてた時やろうかなって思ってたんだけどちょっとなって思ったからやめたんだ。エレクトリカルいっぱいおったのって一番覚えてたやつだったっけ俺が。そうそういっぱい覚えてた。すげえキメラキメラがキメラが作られる。あ、俺もキメラになる。猫耳生やしたい。猫耳あ、見えた。キメラが誕生した。やばいんだけど。キモいんだけど。あの、皆さん準備は大丈夫ですか？オッケー。じゃあ始めます。あ、ちょっと待って帰ってきてる？さっきの人って。あ、トイレは。黒船さんだから帰ってきてる。あ、そうだな。オッケーで。これ最後にします。はーい。はい。はーい。いきましょう。はぁ、ラストだ。ピンポー、ポポポポポー、ポースター。いやー、殺せなかったな。一人だったら殺したんだけどな。シュッ、シュッ、あ、はいはいはい、はい、エレクトリカルの中で死んでました。で直前に匠さんと聖地がいました。以上。あれごめんなさい今会議ですか。あ、会議バグってる。ミュートです。ちょっと待ってください。匠さんがミュートです。あれこれ固まった。バグった。あ、会議中です今。会議中で使用者さんが死んでます。ブロフンさんが通報しました。ブロフンさんは、たくみさんがミュートの間で、たくみさんとしおしおさんとすれ違ったという証言をしました。うん。うん。しおしおさんともすれ違ったって言ってたっけ？ん？言ってなかったっけ？わかんない。うん。で、たくみさんどうぞ。はい。僕は、停電の後にエレクトリカル入って、タスク入って、タスクやって、で、まだしおしおさんがタスクやってんのを見て、僕は出ましたね。ローラーでいいんじゃないですか。ちょっとすれ違ったんですか。まあ僕目線は、テハオさん、サテツキさん、渡辺さんは白だと思ってます。うん。とりあえず外に出てるの見てますか。はい、あそこに、ね、テハオさんストレージにいたし、サテツキさんと渡辺さんはドミンに入ってるの見てます。はいはいはい。じゃとりあえず容疑者は匠ブロフの2択だけになってるのかな今。その、匠さんとすれ違った
かってから死体見つけるまでってどれぐらいでした、ブロフンさん視点で。ちょうど、たくみさんがエレクトリカルから出てくるぐらいの時にすれ違いました。ああ、じゃあ全然違うわ。え、死体位置は？俺はね、エレクトリカルで言うと死体位置は右上、エレクトリカの右上。ごめん、たくみさん、いいよ、ごめん。全然違う。俺ね、俺がすれ違ったのね、エレクトリカルの横の廊下。横。横。横。どっち向かう？ストレージ？そうそう、だからそうそうそう、その、通路さ、なってるやん。この、曲がってるやんね。横に、ちょうど横らへん。出口の横らへん。で、たくみさんがエレクトリカルに入ってるような感じ、確か水色の人が入ってるのは、なんか僕が出るとき、すれ違ったような感じがしますね。じゃあ どっちから俺が出るときに、たくみさんとしおしおさんが同時に入っていくのを見かけていますけど、ブルフンさん、そのときまだ中におったんちゃうかなって思うねんけど、気のせいかな。もう一回ね、十字路の方まで行ってくる。ごめん、もう一回話したい気がするな。もう一回話したい、もう一回話したい、もう一回話したい。ローラーするにしてもう一回話したいかな。やべ、これで行こうかな。たくみさん入れてまーす。たくみさんか、ブルフンさんに押してほしいです。とりあえずね。とりあえずボタン消費だけでも。これダメじゃない、ストレージ。はい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 、落ちました、落ちました。はいはいはい、遅いね。はい、落ちました。はい、ただその自分エレクトリカル出て十字路ら辺まで行ってからまた戻ったんですよ、キル警戒でエレクトリカルにね、はい、そうで十字路のところでリムさんがいたんかな、はい、リムさんがおったから、まあベントもなくはないのかな、メドベー方向もわかんないし。ちなみに私が一瞬その十字路で見たと、ブロフンさんってどうしてもしそうなと。待って、十字路、セキュリティの十字路あたりなんです、うん、ここまで行って戻ってるんですか、ブロフさんは。そうですよ。いや、さっきも言ったじゃないですか。エレクトリカル結構人がいたから、キル警戒でまた入ったんです。そうね、確かに、私は上に行ったんですけども、ブロフさんは、まあ、少なくとも、下の方には向かっていったような形です。うん、また戻ったです。何の話してんの？今、もう一回言って、エレクトの中で死んでるんやんな。そうそうそう。で、リアクターでリムさんを見かけてるから、まあ、ワンチャンベントがあるかもしれないっていう話。なくもないとこでは。ああ、そういうこと。はいはいはい、いいわ。そう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 。なんかブロフンさんとか視点で、その絶対ローラーしたら落ちるならローラーって思ってたけど、なんかそれを聞くとちょっと怖い。まあ落ちるんだろうけど、リムさんだった時が一番怖いな。そう、なんか 100% たくみさんじゃないのかもしれん。そう、あくまで入り口ですれ違っただけだから、うん、右上です。停電直したのは、さて、月さんで、その後に閉じ込められて、ハオさんとニックと、あと誰、一人誰でしたっけ？ 4 人いたような気がするんですけど。ああ、結構。それがブロフンかな？ブロフンさん。ああ、で、戻ってきたんですか？そうです、そうです、そうです。うん、ブロフンさんはおった。なんか。まだおらんかった？ああ、いたような気がする。4人いた気がするんですけど、あと1人誰だったっけなと思って。私、一応、入り口には突っ立ってましたよ。あ、いや、多分リムさんではない。奥で4人いたときは、黒粉いた、いた。そう、4人いたの覚えてる。赤、茶色、黄色、白だったかな。そう。で、戻ってくるのはちょっと怪しい。どうしますこれ。嘘でしょ、戻るブーブー怪しいの。あ、戻るブーブーじゃなくて、なんか怪しいっていうか、なんか。これは入れるよ。もう一回、議論するか、ペアするか。ペアでいいんじゃん。たくみさんのペアで。ペア、とりあえず。とりあえずペア。ああ、俺が殺す番になってしまったな。おー、ピロン。
うお、いっぱいいる。これいねえのか。いやー殺せねえぞ。あら、ベルさんが死んでる。ベルさんが死んでる。ベルさんが死んでる。ベルさん。ベルソンさん死んでんのか。いやなんかあのペアとかのところそろそろ死んでたら嫌だなって思って時間経ってたから押したんですけど、うん、さでつき一言いいですか。はい、はい、対応す直前でベルゴさんと渡辺見てます。嘘。僕視点だと渡辺のその推しは死体隠しだとめちゃくちゃ思ってます。え、マジで。出会った場所はベッドベイとカフェテリアの間ぐらいの通常。あ、ね、あの、そう、ベルゴーさんはあの俺も見てたんだけど見てた場所がセキュリティで、そう、セキュリティカメラ光ってたから誰かなって思ってベルゴーさんがいて、でベルゴーさんを追いかけてアッパー側行ってメッドベイに俺は入ってタスクをまあ言わないけど1個パパッと割るのやってから、あの時間稼ぎのためにボタンを押した。そのライトが監視カメラ光ってたのは酸素前ですか、リアクター後酸素前ぐらいですか。え、結構直前15秒前ぐらいだと思うんですけど。あとだよ、あとも光ってたよ。ちなみに僕がなんでそっち方面行ったかというとセキュリティ2からなんかベントリードっぽいの見つけたんで、メッドベイぐらいからそこら辺行こうかなと思って、ベルゴーさん最初出てきて、セキュリティには多分ベルゴーさんと渡辺なのは間違いないかな。で、俺は一緒に並走してメッドベイ上まで歩いてからメッドベイ入ってタスクやって出て、そこでサテツキさんと会った。その付近だったら多分僕視点ではリムさん難しいかなと思ってシールドあたりに、シールドっていうか右側にいたんで、セキュリティだとしたら難しいと思ってます。下位置はおそらくカフェテリアだと思うんですよね。あ、カフェテリアなんですか。ベルゴさんはおたってだっ、メッドベイの上の通路であの鳴ったんですけど、僕その鳴る3秒5秒以内には多分見てるんで、ベルゴさんと渡辺を。俺は多分合ってる。俺はサテツキさんとすれ違ってからまっすぐボタンまで行ってボタン押してるんだけど、まあ、とりあえずそこどっちかが黒やと思うけど、たくみさんでよくね。いや、サテツキさんは違うよ。サテツキさんは絶対殺せないよ、とりあえず。そうなの。たくみっこしてる。たくみなの、ここと思うねんけど、だってリムさんの白取れたんやろ。俺だってずっとブラフン。リムさんは白っすね、今あのは。たくみさん、タスクやらなすぎじゃね。めっちゃきついんだけど。めっちゃくちいいこれ。はいはい、押してくれるんだ。さっきのニック情報、あのリムさんの話なんですけど、それカフェだったらちょっとわかんないっす、正直。あのその数秒、まあ数
酸素直してくれたのはリムさんで、その後、下しか下の方行ってたかなとは思うんですけど、まあ、そこら辺にいたっていう話なんで。わかんないけど、渡辺支店、砂鉄木さんだけは多分ない。で、まあ、俺が砂鉄木さんに疑われるのは実際わかる。まあ、時系列的には、ベルゴさん先の渡辺後だったから。そう、なんだっけな。メッドベイ上あたりまで並走してて、多分ベルゴーさんが右側行って、俺はメッドベイ入って、出てきたとこで砂鉄木さん立ってるから、その、カフェ側から砂鉄木さんが来てたから、ベルゴーさんとその前に会ってるっていうのがわかるし、実際死んでたら疑われるのはわかる。いやー、そこまで見ててなんか、情報後出しだったのがすごい気になる。うん。気になるから、素直な目線で行くと、匠渡辺やと思うけど。マジで？うん、ブロフンここまで。僕はブロフンさんだと思ってるけど。うん、で俺はタスクやってない理由に関しては、タスクは優先してないからです。ブロフンさんについてことを優先してるからです。うーん。いや、まあそれは別に何でもいい。手羽さんの匠さん釣りたいっていうのは、ブロフンさんはもうないっていう決め打ちみたいな。いや、決め打ちっていうか、よくね、だってリムさん知らないやろ。ブロフンさんと匠さんの、とりあえず、そこはローラーで解決するやん。リムさん、シロじゃないっていう話を。いや、まあ、さっきの話はね。だリムさん、シロだったとしても、匠さん釣るなら、プロフンさんまで釣んないと結構、怖いとは思うんだけど。うん、そう、する理由は。そう、俺釣る。匠さん釣って、プロフンさん釣って、渡辺釣ったらいいんじゃない？あ、なるほどね。俺まで飛び進んだ、そこ。まあ、一番怪しいのそこやもん、今。全然飛びません。一番怪しいのそこやけど、話が解決しそうにないのか、渡辺やね。俺視点だと、先行してて、カフェテリアからどこまで行ってんのかがわかんないから、ベルゴーさん死んだとしたら、カフェから右側か下側かどっちか行ってると思うんだよね。あ、ちなみにアドメンの中俺見てました。いないです。ナビからウェポンぐらいまではいなかったっす。俺落としていいよ、最初。あ、結局落とすんだ。じゃあブロフンさんも。まあ、とりあえず全力ボタンだけど。ボタン使っちゃってるんで、誰かお願いします。あれ、こんなに切るタイミングないの初めてなんだけど。まあ、とりあえず流れ的にはブロフンさんを釣りたいやと思うけど、まあ飲めますよ。うん、とりあえず落ちたからな。ただお前リムさんの話は分かんないけど、分かんないっす正直。でも相当薄い線やね、もともと。まあそうっすね、なくはないぐらいのあれだったんで。初回もリムさんはどこにいたんですか、ちなみに。ボタン鳴るあたりです。酸素終わった後、そのニックさんとすれ違った後、下からぐるっと行って、あのシールドコミュニケーションあたりの通路、ストレージで、最終的にストレージの配線盤くらいのとこです。まあ、大体そうですよね。としか思えない。まあ、まあ、これ以上、それは話し進める価値はないと思うんで。これとりあえずブロフンさんとして、まあ、ブロフン匠をローラーで1落ちるってことでしょ、まあ、とりあえずここは1落ちる読み、うん、で落ちますね。でそこで俺落とされると、なんか1白無駄に削られる感じがして、あんまり飲みたくないんだけど。でも1号やろ、いいんじゃね。あ、マジで本当に1号かな。それはその格好だな。一瞬なんか、なんかさっきの会議でなんか乱された気がするんですよね。そう、なんか乱された。何を？俺？あ、いや、なんかあたかもその白を速攻、別の人をグレに立てて、で速攻で釣りたい感じがあった。あ、手羽さんの姿勢ってことですか？あ、匠さん釣った時の話？
それもでも俺、匠さんは監視つきたいって言ってるで。うん、まあそうだね。でも、ここのタイミングでローラーするんだっていうのはちょっと思った。え、だってそこ解決せえへんやん、渡辺のやつ。まあそうだね。だったら俺さっきの段階でローラーしてよかったなって思っちゃったんだけど、なんか、うん、この俺は永遠にローラーしろって言ってんねんけど。まあそうだね。ここはブロフンさん、俺に入るんだ。そう、だから人間が削れてき、ああ、じゃあ俺渡辺ついていくわ、そしたら。ああ、はい。一番戦ってる人だから。はい、いいよ。これ何やったっけな、配線やってねえんだよな。ですね、若干危なかったかな。はいはいはい、はい、で先ほどの話が渡辺さんが手羽尾さん、うん、話は解決した、ね、そうついていくって言い方悪かったな、俺についてきて。ペアそうなの、まあいいよ、分かった。じゃあ、うん、ちなみにアドビン2人が直してくれたっすか。俺はさてつきかな。うん、まあ、ああなるほど。さっき言ったようにメッドベイのタスクをやりたかったので、はい、とりあえずそれだけやらせろって思ってメッドベイのタスク。あ、うん、あ、はいはい、まあ、うん、でも渡辺ちゃん聞いてもいいと思うんやけどな。ん？何？渡辺ちゃんタスク内容聞いてもいいと思うんやけど。あ、ごめんごめん。そう、だから俺はそれをやろうとして今きあの O2 になってたけど行かなかったですっていう話。しゃあないな。え、メッドベイのやつ終わった？終わってない。メッドベイは終わりました。無理やり取り行きました。終わった。オッケーオッケー。あ、じゃあ。俺ずっと右に行きたいんやけど。はいはいはい。俺もまだそんなに会議を読み的には一郎やと思うんやけど。まあ一郎だとは思うけど。思うとか。思う。痛いとは思うんですけど。だから俺と渡辺タスクやり散らかしていいですか。はい。うん。うん。停電ガン止まり、O2リアクターガン無視みたいな。それも今、いや、今が怖かったからな。ちなみにそれって、ペアの上でってことですか。ペアの上で。あれだよね、もう、あの、2人ローラーで一郎落ちてる闇ってことは、もうリムさん隠しろでいいってことでいい。そうっすね。だうん、まあ俺目線はそう。核、うん、まあ俺はそう。核は白っぽい。まあ。そこ、ケアする？いや、ケアっていうか、その、なんだろうな。私、逆に黒にで持ってきたい感じですか？いや、そうじゃない。全然、疑ってはいないんだけど、手羽尾さんの釣りの急ぎ方が、その、リムさんが狼で手羽尾さんも狼だった場合が一番嫌だなって思っただけで。ああ、はい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 。そう。まあ、全然そんなに疑ってはいないんだけど、それで二郎で死ぬの嫌だなぐらい。多分大丈夫だとは思ってます。うん、じゃあ、うん、じゃあ手羽さんについていきます。いっちいなこれ。これはもう
こうやって殺していくしかないんだよな。あ、やべ、これ。あー。くっそ。あ。当てつきです。まあ、経緯言うと、まあ、アドミ見てて、2人がなかったんで、ナビ1、あちゃみしたい場所は、あの、ナビゲーションの左の、この時間通路です。多分カメラ見てます。そう、カメラ俺が見てて、なんか動かないやついるなって思って、で、あの、カメラの中央に渡辺さんがいた。で、おそらく手羽さんはナビゲーションで死んでるかのかな、わかんないけど、まあ、渡辺入れます、私は。で、ニックさんはアドミンいたの知ってるから、うん、はい、アドミンで今、電気盤の配電盤の近くにいます。あ、そう。で、なのでデフォルテさんがセキュリティいたってなると、もう渡辺しかいないかな。渡辺さんどうですか？セキュリティで、なんか停電起こったんで、カメラ見ました。はい、田辺さんどうすか？俺はずっと右側にいて、た、手羽さんとタスクやってたとしか言いようがないです。だよね。まあ、はい。手羽さんが殺されたのは、まあ、自分の落ち度だと思うんですけど、当てつきさんに殺されたんかな。停電で見失いました、手羽さんを。とりあえず、まあ、僕は投票しときます、渡辺。まあ、4人の盤面で、二郎は。って、あれっすよね。とりあえず一旦ミュートします。俺の負けだよ。お疲れ様。いやー。停電で見失ったっていつの停電やねん。いや一体何がいけなかったんでしょうって感じだよ。停電やねん。あ、もうそうだな、リアクター鳴らして欲しかったっちゃ欲しかったけど、そのもう勝ち筋として一番右で。殺してそっから順々にちょっと左に寄りつつ4キルするしかないと思ってたから、うん、そう2キルまではうまくいったんだけど、サテツキさん来るのがね思ったより早かった。いやもう俺はアドビン、あのリアクター終わった後アドビン見て右の状況確認してもうすぐ予定。いやそう、あのね、ナビゲーション入っとけばよかったんだよね俺。俺も右宣言してるし、でナビゲーション1になってて、あれペアコードしてるのなんで1なんだと思って。いやそう、ナビゲーションにね俺が入っとけばね、フォルテさんがカメラで見て来る時にはギリギリそのなんだろうな、そのキルクル開けたはずだったからでさ、ね、レポートした光ったからよっしゃ手顔死んでると思ったらリムさんでさ、えいやそうそう、一番奥でね手顔さん殺してリムさんを出待ちして通路で殺して、今度はどっちかから来たら殺そうと思ってたんだけど、いやちゃんとナビに入って2を残しとくべきだったな。あれ停電じゃなくてリアクターの方が良かったってこと？まあリアクターの方が良かったっちゃ良かったけど、あれはでもどうしようもないと思う。リアクターなってても俺は多分そう、サテツキさんだったらあれ、うん、絶対見てそう、多分ね1がの1っていうのを残しちゃったのが悪かった。そこが判断したもん俺がナビにちゃんと入っとけば良かった。残ってなくてもナビにずっと動けへんかったらそれは、いやまあでもそんな10秒以上見ないじゃんあんまり。ナビに2かっつってナビに1を見てくるけどさ、あの2があったら、そう2があったところでリアクター仮になったら2いるなら死んでないかって、そうそうそう、多分来ないんだよ、人数的余裕がないからリアクター行かないといけなくて、そういう意味ではそうナビに残してリアクター鳴らしたらリアクター直さざるを得なくて、カメラ見てた人がリムさんの死体見ててもとりあえずリアクターは直さざるを得ないから、そうそれでもう1キルもう1キルって持ってこうと思ってたけど、そうやけど、ただあの論調でさ右に行くわって言っていきなり右に走った人が永遠にナビゲーションにいるとは考えづらくね。それは考えづらいけど、でもその緊急タスクで死んだら元も子もないって話。まあ仮に生きてた場合ワンチャンなんか俺以外だった人、俺以外がインポスターだったら負けもあるからさ、その俺と手羽さん生きてたら、多分走る。でも結局ベルゴさん殺しは渡辺なのあれ。そうだよ。結構大胆に言ったねじゃああれ。よく考えたら見られてるよなって思った。押してから思った。うん、だって見てんねんからそらそうしかないやろ。うん。いやね、殺すタイミングがなかったのよマジで。うん。全然殺せなくてさ。いやあの証言は
そらそうだよ。そりゃそうだろうなぁ。大丈夫やと思ったもん。うん。これ無理だって。あれで、あれでもう他の人、まあリムさんがわずかにで、他の人白いな、もう白だなぁと思ってて。はい。うん、まあ、きつかったね、今のは。リムさん、グレーっちゃグレーやけど、いやぁ。いや、でもなんか。白なのに自分から黒くなってるよ。こんなに殺せなかったの初めてだな。でも俺普段もっとサクサク殺してんのにな。殺されへんかったか、かわいそう。あんまり、うん、証言できないからなるべくカメラとかの見に行こうって思ってて、うん、そう、いや刺さったなカメラが最後に渡辺さんが突っ立てて、あーあーってあーってなる。あれはあーカメラついてる、カメラから来た人殺そうって思った瞬間にサテツキさんが来たから、あーってなってあーって言って、死死体はまさかリムさん、あリムさんっていういや違うだろそこっていやなんかもう一人死んでんねんけどでもね、リムさんが死んだからさ、ちょっとテハオさん疑ったんだけど、テハオも死んでたから、ああって。いや、まあ、まあそういう意味で私も、まあ、そもそもアドミン見る前に、絶対やってんだろうなってのって、もう確信持って。そう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 。やっぱアドミンとカメラ怖いわ、意識しないと。いやー、きつかったな。いやー、死体意識高くてよかったわ。そうなんすよ。お疲れ様です。あ、お疲れ様です。今日も頑張ったな、マンガス。まあ。これはあれは無理かな。ああもう1000ぐらいやってもいいけど。ああ、俺落ちやすい。次が落ちるんやろ。9人以上いたらぐらいだけど。時間的にね。体力の限界ですよ、俺。24時宅はいなさそうかな。ああ、そう、忘れてた。一応押したけど。5。うん。5は無理やろ、諦めた方がいいと思う。じゃあ、解散しとくか。解散しますか。まあまあ、また。はーい、お疲れーお疲れ様でーす。配信を止めよう。